私、大阪の、泉南郡熊取町にあります、京都大学原子炉実験場を訪ねまして、小出博明助教にお話を伺っております。広い敷地の中にですね、グラウンド、そして、研究施設がありまして、その中にある研究室で、小出先生とお会いすることができました。まあ、おそらくですね、今日本の原発に関する研究者の中で一番お忙しい方かと思われるわけなんですが、まずはですね、東京電力福島第一原発の現在の状況から伺いました。はい、残念ながら正確にわかりません。はいというのはと私が得られるデータというのは、東京電力、あるいは政府が公表するという、はい そのデータだけです、それ以外のデータは一切私はないのですが憶測になっちゃうわけですね。そうです。で私にとって一番大切なのはデータがどこまで正確なのかということなわけですが、東京電力や政府が公表するデータがこれまでもたびたび覆されるということになってきましたので、今現在東京電力と政府が公表しているデータが本当に正しいのかどうか私に確信が持てないというそういう状態でおります。具体的に1号炉はこれ3月12日に、まあ、水素爆発したとそうですいうことですよね。それは確実です。確実ですね、はい、で2号炉というのはどういう感じかと、これもつかみにくい状況なんですか。はい、2号炉も私たちがサプレッションチェンバーと呼ぶ、格納容器の一部で水素爆発を15日にすでにしていますので、原子炉の炉心の相当な部分がすでに損傷しているということは確実です。ただしその損傷がどの程度なのか、つまりメルトダウンをしてしまっているのか、それともまだかろうじて圧力容器といっている圧力釜の中に残っているのかということは私自身未だに確信が持てない状態にあります。で3号炉は3月14日にこれは核爆発だったわけですか。水素爆発です。これは水素爆発。私は水素爆発だと思っています。ああそうですか、はい、核爆発ではないかという推測をされる方もいますよね。います、はい、いますし、私自身それを絶対的にそうではないという断言できる自信もありませんけれども、うんはい、多分私は水素爆発だと思います。そして4号炉っていうのはどういう状況というふうに今思っていらっしゃるんですか。4号炉はですね、当時止まっていた、地震と津波に襲われた時には止まっていました、うん、でつまり原子炉の中にはすでに燃料がなくて、うん、その燃料はすべて使用済み燃料プールと呼ばれている場所にあったわけですが、はい、3号機の方から空調施設が共用になっていましたので、うん、その3号機の方から水素が4号機に回ってきて、爆発した可能性を今私は疑っています。なるほど。そして使用済み燃料プールそのものがある階も爆発で吹き飛んでいますし、はい、使用済み燃料プールがあるその下の階で爆発があって、うん、その階もボロボロになっているんですね、はい、つまり使用済み燃料プールを支えている、はい、そこの構造物が破壊されてしまっている、はい、ということですので、使用済み燃料プールがもう支えを失って崩落する可能性があると私は思っています。でもちろん東京電力もそれを認識していまして、使用済み燃料プールが崩壊しないようように、うん、使用済み燃料プールの下の階の補強工事をやると、はあ、ずいぶん早い時期から表明していましたし、多分それなりの工事が進行しているはずで、はあ、なんとか崩壊する前に、うん、きちんとした工事を終えてほしいと思っていますけれども、はあ、あれだけ巨大な地震が起きた3月11日に、それ以降もかなり大きな余震が続いていますので、今後使用済み燃料プールの崩壊を招くような余震が近い将来なければいいなと私は願っているところです。小出先生、非常に分かりやすくお話ししていただいて、はい、これも結局は東京電力と政府の情報で小出先生が、ご自身で分かっているところでお話しいただくわけですけど、こういう形で東京電力政府の発表っていうのは国民に果たしてちゃんとされてるのかっていうと、なんかされてない感じがとても強いんですけどね。まあ、連日テレビでは伝えてませんけども、福島第一原発どれを取ってもですね、未だにこれ安定した状況にはなってません。それより今はですね、水蒸気爆発の恐れがあるかもしれないという状況であると
いうことですね。で、まあ、この話伺ってたんで、金曜日にですね、震度5弱の地震が起きた時には、この水蒸気爆発とかですね、それから4号炉の使用済み燃料プール崩壊の心配を、やっぱしちゃうわけなんですけどね。そんな福島第一原発の汚染水のこと、それから様々な状況も伺っております。これは汚染水の地下水へのそのどんどん影響ってあると思うんですけども、はい、そのどんどん染みてる状況を防ぐためになんか地下ダムみたいなものを、まあ、やるっていう作業をするみたいなことを言ってたものがその後情報として聞こえてこないっていうのは何なんですかね5月の下旬、まあ、私はかなり早い段階から地下ダムを作らなければいけないと発言をしていたんですけれども、東京電力は5月の27日か28日に株主総会があったんですね。でその地下ダムを作ろうとすると、うん、私が聞いた話ではどうも1000億円のお金がかかる と、はい、でそれを株主総会の前に発表するのは嫌だと、うん、東京電力が言ったと、うん、その空気感がもろに伝わってきてましたからね、はい、聞きました、しかし私はその1000億円っていう値段を聞いて、もう冗談を言わないでくれと実は思ったんです、ね、どういうことですか。1000億円ぐらいケチるなと。ああ確かにそうですよね、はい、今度の事故を収束させる、あるいはその被害の全体を賠償しようと思えば何十兆円ものお金がかかる。いや本当ですよね。そうです。1000億円なんてもうそんなことをケチってる時代時ではない。もう即刻でもやるべきだと私は思ったのですが、はい、株主総会が終わった後も、まあ、東京電力としてはすぐにどうもやるという動きはありません。はい、ただ工程表が改定されて、第2段階だったのか、それ以降だったのか、やはり彼らも地下ダムを作るという、はい、そういう案が出てきていましたので、いずれやることになるだろうと。そんないずれっていう、うん、おっとりした状況じゃ良くないわけですよね。すでに今現在もどんどん汚染水が海に向かって流れていってるわけですよね。ですから一刻も早く本当はやらなければいけない。まあもう本当にそういうお話を伺うと暗澹たる思いになるんですけども、この状況下でその原発の再稼働、北海道ですけども、まあ、これに関して前向きの発言がなされている、こういう状況っていうのは小出先生はどういうふうにお考えですか。皆さんどう思うんでしょうか。いやとんでもないと思いますけどねなんだそれはと、はい、私はその原子力発電所というのは、はい、いつか事故を起こすから早く止めたいと思って、うんはいできたし、皆さんにそう発言してきたわけですね。そうですね。でも残念ながら私の声なんかは本当に小さくて、うん何の力もないまま今度の事故を起こしてしまったわけですね。でもここまで来たんだから日本中の原子力発電所は私は即刻すべて止まると初めは思ったの、うんうん、僕もそう思いましたですが、ところがどうも日本の政府は止める気もないし、産業界も止める気がない、止めてしまうとやれ電気代が上がりますよとか、ね経済が縮小してしまいますよとか、そういうことばっかり言って不思議ですよね。当事国であるのに、はい、当事国じゃないヨーロッパ、はい、ドイツなんかも即刻そういう方向性決めてるのに、そうです。これは結局は理由は小出先生は何だというふうに思ってらっしゃいますか正直言っていただくと、まあ、それは産業界はこれまで原子力に利益を求めてここまで来たわけですから、でも人間がそもそも人間がいなくなっちゃったらこれ経済も何もないと思うんですけどね。ですからあまりにも馬鹿げていると、経済原則で言ってもあまりに馬鹿げているということが今回の事故ではっきりしているわけですから、産業界経済界としてはさっさと足を洗うというのがまともな決断だと思います。それに加えてメディアも本当だったらそのあたりを糾弾追及しなきゃいけないのが全くその手がないっていうのが、これまた世界から不思議だと思われてるみたいですけど、はい、どうも私のところに世界の方々がメディアが来ますけれども、どういうなんで日本のメディアはこんなダメかと言って、大抵の方は首をかしげながら、それに関して小出先生は何とおっしゃってるんですか。うん、まあ、日本というこの国の歴史を見ると、お上意識が強すぎるし、はい、お上の決めたことにマスコミは突き従って今日まで来たと私は思うと、答えてきました。本当かどうかは分かりませんが、いえいえ、それに関して海外のメディアの方々はなんかなおかつ質問を重ねてくるってことはないわけですかね。信じられないと言いました。そういうことになっちゃうわけですね。はいはい、あといろいろ各国から小出先生に取材が殺到しているってお話を伺ってるんですけど、はい、一番その聞きたがってることっていうと他にどういうことになるんですか。要するにこれだけの事故を引き起こしているわけですから、
世界各国がこの事故を教訓に何とか原子力から足を洗おうとしているわけですね。それでもなおかつ日本という国がいまだに原子力をやろうとしているのはなぜかということが彼らにもわからないということで、どうしてかと私はよく質問を受けます。その最大の理由は小出先生はそれはどこにあるというふうに思われてますか。まあ、今聞いていただいたように産業界経済界の欲求のためにここまで来たと私は思いますけれども、それはすでに崩れた。それでもなおかつ日本という国が原子力を諦めないのは、いわゆる核だと思います。それは核っていうことはやっぱりその核兵器に対する日本のスタンスっていうのが全然変わってないってことですか。去年の秋に NHK が核を求めた日本という番組を放映したんですね。その内容はこの日本という国は先の戦争で負けて二等国になったと、でも二等国でのままいつまでもいたくないので、核兵器を持てる力 を作りたいと、ずっと思ってきたと。そのために原子力の平和利用という言葉を標榜しながら、実際には核兵器を持つ技術的な力というのを蓄えたいというために、今日まで来たんだという、都知事の言葉と被りますね。はい、そういう内容でした。私はそのことをずっと政府の外交文書等で知っていましたので、ようやく NHK もこういうことを言い出したんだなと思いましたけれども、いわゆる国営放送である NHK が、なぜ今この段階でそれを言い出したのかなと思って、むしろ積極的に国民に対して、日本という国が強国になるためには核兵器というものを持つことも必要なんだし、いつまでも原子力の平和利用という言葉だけで進められないというところまで彼らも覚悟を決めてきたのかなというように受け止めました。恐ろしいですね。お話はまだ続くわけなんですけども、日本政府それからバックの経済界産業界も利益を求めてですね、国を強めるために、核兵器を持つことの一環としてのその原発の開発が、存在したということになるのかなということですね。先週の東京電力それから政府の発表では、放出された放射性物質の量がですね、事故直後の1000万分の1になったと、なんだか急に言っておりますが、それは現在進行形の放出量のことでありまして、4月の時点ではですね、チェルノブイリの1割程度と、発表がありました。チェルノブイリから出た放射性物質はセシウム137換算で広島原爆のこの、800発分に相当すると、いうことです。これをそのまま当てはめるともうすでに原爆が80発分と、いうことで、それ以上の死の灰が飛び散ってしまったということになるわけですね。で、この放射性物質の放出は一体いつになったら収まるのかと、いうことなんですが、今日は東京電力福島第一原発事故から、今後のことについてです。まずは事故の収束について伺います。とっても難しいですね。ただ私が恐れているのは、大量の放射能が大気中に吹き出してくるということを恐れています。当初3月の11日に事故に至ってから、ほぼ10日のうちに大量の放射能が大気中に出てきたという出来事が起こりました。それ以降は、一応はなんとかその大気中への大量の放射能を防ぎながら今日まで来ているんですね。ただ汚染水があふれ返って それがどんどん海へ流れているとかいうのはもうどうにもならないのですけれども、でも大気中に大量のが出るという事態はとりあえず3月の中頃で一応は収まって今日まで来ていると思うのです。ただし、またそういう事態が起きないかと問われると、私はそんなことは起きないと自信を持って断言できないのですね。下手をすると、原子炉圧力容器の中で水蒸気爆発という巨大な爆発が起きる可能性がまだ残っているというふうに思っていまして、それが起きてしまうと、今までのまた何倍あるいは10倍というような放射性物質が大気中に吹き出してくる可能性があると思っています。東京電力もその可能性が、自信を持って否定できないがために、未だに大量の被爆を作業員の人たちがしながらも原子炉を冷やし続けるという作業を続けているということだと思います。その可能性っていうのは何がきっかけとかどういうことが原因でっていうことになるんですか。
1号機と2号機と3号機というのが運転中だったわけですが、はい、今東京電力は1号機に関しては原子炉の水位計を調整し直した結果、うん、炉心にはもう水がないし、はい、もう溶けて落ちてしまっている、メルトダウンをしてしまっていると認めたのですね、はいはい、で2号機と3号機に関しては、うん、原子炉の水位計の調整すらまだできない、うん、原子炉建屋の中に入れませんので、はいはいはい、ですからどういう状態になっているのか未だにわからないのですね、うん、ただし1号炉で水位計を調整し直してみたらメルトダウンをしていたので、うん、2号機も3号機もそうだろうと彼らは推定しているし、うん、政府もそれを認めているのですね、はい、でもそれは単なる推定なんであって、うん、ひょっとするとまだ2号機3号機はメルトダウンという状態までなっていないかもしれないと私は思っているし、あの東京電力もその可能性を完全に否定できない状態にいるんですね、うん、ですから今の段階で言えばまだ炉心という部分に原子炉の本、まあ、炉心の本体がまだ残っているという状態であるかもしれない、それが今後もし冷却に失敗するようなことになって、うんうん、炉心全体が溶融して落ちてしまうようなこと、つまりメルトダウンということが今後起きるとすると、うん、その時に水蒸気爆発という現象が起きる可能性があるのです。幸い1号機はどうもそうでなかったようなので、私は胸をほっとなで下ろしたわけですけれども、2号機と3号機がこれからもしメルトダウンをするのだとすれば、うんうん、水蒸気爆発の可能性があります。ですからそれをなんとか防がなければいけないし、本当にその今被爆をしながら作業をしている作業員の方には申し訳ないけれども、なんとかその冷却という作業をですね、まだ当面の間は続けてほしいと思って。当面ってどの程度までなんですか先生、これ実際問題として、なんか気が遠くなるほど長くなるんじゃないかというふうには危惧がありますけど、はい、そうです。そのこれから水蒸気爆発を自信を持って回避できたと言えるまでには多分半年とか1年という時間を頑張り続ける必要があるだろうと思います。それが一つ目処としてあるわけですか。はい、まずはそのウラン全体が溶け落ちてしまうという、うん、それだけの発熱がいつまで続くかということなのですけれども、うん、半年1年という期間は予断を許さない状態が続くと思います。ただしそれがじゃあ過ぎて、うん、もう大量の放射能が大気中に出てくるようなことがなくなったとしても、放射性物質そのものは消えない、うん、わけで、そこにある、うん、そうですね、わけです、でそれはいずれにしてもそのほっとおけば環境に汚染を少しずつですけれども広げるということになりますので、うん、それが環境に出ないように地下ダムというものも作らなければいけないでしょうし、うん、その他チェルノブイリ原子力発電所でやったような石棺と呼ばれるような地上の巨大な構造物、うん、はいはい、を作って、原子炉そのものを、まあ、お墓の中に閉じ込めるという、うん、そういう作業もしなければいけません。そのためには何年何十年という、うん、時間がかかりますし、うん、一度作ったとしてもコンクリートの構造物ですので、次々とまた壊れていきますので、うん、それをまた次々と新しくしていくということが、うん、これから何十年あるいは何百年という期間で続くわけです。なるほどね。非常に小出先生、分かりやすくお話しいただいてるんですけど、まあ、今後のことを聞きますとですね、まあ、とてつもないことが起きてしまったんだなということを改めて感じるんですが、でこういうことをなんで公式に発表しないのかと、政府とか東京電力は、今の現状とか、これから起こることとかですね、隠すばっかりというね、正しく伝えるっていうことの大切さが、全く分かってないんではないかという気がしますけども、そして小出先生はですね、今の福島の放射能汚染状況について、こんなお話しされました。まあ、吉田さん、今日は私の研究室に来てくださっている、うん、ここは京都大学原子炉実験所といって、うん、まあ、本当におもちゃのような原子炉ですけれども、うん、あるのですね、はい、そして私たちはその原子炉を動かしながら、うん、放射能を使って実験研究をしているわけですけれども、そういう放射能を使うときというのは放射線の管理区域というところで、うん、作業をしろと言われているのですね、はい、でもその放射線の管理区域であっても、うん、放射能でベタベタに汚れていたら、うん、私たちその中で仕事することもできないわけですから、管理区域だってなるべく汚染を起こさないように常に注意をしてきれいにしているわけですね、で管理区域の中から物を持ち出すときには
放射能で汚れてないかどうかということを確かめた上でなければ持ち出せないということになっているわけですね、はい、そういうところで私は仕事をしているわけですが、うん、今現在福島県の人が住んでいる大地、うんはい、建物、瓦礫、はい、何でも放射線管理区域から持ち出してはいけないというほどの汚染をほとんど全部が受けているわけです、うんうん、ですから私が嫌だなと思いながら放射線の管理区域の方がずっと綺麗です、うんうん、あなるほど福島県で今普通の人たちが生活している場所よりは、はい、むしろそういうところに放射線管理区域に逃げ込みたいと思うほどに現地は汚れきっているわけです、うん、ですからもう日本の法律これまであった水位放射性物質、うんはい、放射線を規制するために作られた法律体系は全て崩壊しています、うん、全てですか、はい、日本って法治国家だと言うんですよね、うんはい、言ってるんですよ、うん、国家が法律を決めたと、うんそうですね、国民はそれを守れと、うんうん、破るやつはと捕まえて処罰をすると言ってるんですよね、うん、そうであれば、うん、国家こそ法律を守る最低限の義務があると、うんうん、そう、それがなければ成り立たないですよねはずですよね、はい、その国家は、うん、その法律を作って、うん、日本に住んでいる人々は1年間に1ミリシーベルト以上の被爆をしてはいけないし、うん、させてはいけないと書いたのです、うんうんうん、で放射線管理区域から放射能で汚れたものを持ち出すときには、うん、1平方メートルあたり4万ベクレルという汚染以上のものは決して放射線管理区域から持ち出すなと書いてある、うんはいはいはい、持ち出したら処罰すると書いてある、うんうんうん、わけです、はい、ところが福島原子力発電所の事故が起きた途端に、うんその法律をさっとチャラにしたんです、ね、これ誰がやったんですかね誰がやったんですか ねマスコミの人にきちっと追及してほしいと追及してもらいたいですねいずれこれはちゃんと追及されるべき事柄として非常に重大なことになりますよねそうです私はだから政府の首脳は全員刑務所に入れるべきだと思う、うん、いや僕もそう思います本当に、まはいうん、1年間に1ミリシーベルト以上はさせるなと命令を下した人たちが今1年間に20ミリシーベルトまではもう我慢させると言ったわけですね、うんうん、すごい話ですねそうです1平方メートルあたり4万ベクレルというような汚染物質は管理区域外にあってはいけないのですけれども、うんうん、それをもし厳密に適用すると福島県全域に匹敵するような地域が放射線の管理区域にするつまり無人地帯にしなければいけないというそういう法律なんです、ね、それを一切チャラにしてひどいですね、はい、人々が住んでもいいとかいうようなことを言い出しているわけですね、まあ、とんでもないことを言ってるわけで今回地震と津波でたくさんの町が破壊されて町ごとなくなってしまったようなところだってあるわけですけれどもそういうところだって必ず復興できますああそうですねはい、流された町に人々が帰ってきて、町を再建して、そこでまた歴史を刻むということは必ずできるし、きっとなると私は思いますけれども、ね、放射能で汚染されたところは失われる、本当そうだです。それが福島県全域に匹敵するようなところが失われるなんていうことを思えば、もう本当とんでもないことが今起きているということをね、ということですよね、はい、皆さん実感していただきたいと思うし、ね、マスコミもそれをきっちりと取り上げてほしいと、やっぱり報道すべきだと思いますよね、その点をね、これは永久保存にしておいていただきたいね、事柄だと僕も思うんですけども、実はもう一つ今後の日本についての衝撃的な話あるんですけども、ここ時間になりましたんで、この後8時過ぎの B スマイルのコーナーで、紹介させていただきたいと思います。ぜひですね、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。以上、週刊エンタでした。京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生のお話の続きのご紹介をさせていただきます。放射能汚染が心配される今後の日本について伺いました。今後その福島のみならず、日本全体でいうとどの程度のところまで、もう日本全域なんですか、これ。一番最悪の事態を考えたときには、もう日本自体がもう本当に危ないっていうことになるわけですか。放射能に被爆をするということは、はい、どんなに微量でも危険なんですから、福島原子力発電所から吹き出してきた放射能は、うん、もうすでに世界中に汚染を広げている、当然ですから、はい、地球の裏側のようなところに行っても、うん、これがあの日福島のあの原子炉から吹き出してきただよ、うん、ということが分かるように世界中にも
広がっているわけです。ですから日本だって沖縄だって放射能が飛んでいっているし、うん、北海道だって飛んでいっている、うん、この大阪だって飛んできているわけですね、うんうん、そういう意味で言えばもう全てこれから生きる人たちは福島の原子力発電所から飛んできた放射能から逃れられないのです、うんうん、ただしもちろん濃淡があります、はい、汚染の、福島県内の汚染は猛烈ですし、うん、茨城県、宮城県、うん、そして、まあ、千葉、うん、埼玉、うん、まあ、東京もそうですけれども、ね、ホットスポット的に汚れているというところというのは、うん、たくさんあるんですね、はい、で神奈川だって静岡だってお茶からもう給油濃度を超える放射能が見つかるということに汚染しているわけです、うん、はい、そういうところからこれからたくさんの、まあ、汚染したというか高度に汚染した食べ物が出回ってくる、はい、そしてそれは全てその検査されるわけではないので、分からないまま皆さんの食卓に上るということになるわけです、でも先生はどうなんですか、希望は正直持ってらっしゃるんですか、そこも伺いたいんですけど私は原子力を一刻も早く廃絶したいと願いながら、うん、原子力を廃絶させられないで、うん、事故を起こしさせてしまった、防げなかった、まあ、一人の、まあ、責任者でもあるので、先生がそういうことをおっしゃるっていうのは、はい、僕は本当にお人柄だと思うんですけどね、でも、まあ、とってもまあ残念だけど、でも私は非力だったわけですね、ですからその私の非力、非力な私がこれから本当に希望を持てるかというと、正直に言えばあまり希望は持てないです。ただし、絶望してしまったら その時が最後の負けだと思いますので、絶望はしたくないし、せめてこの事故を引き起こしてしまった責任をどうやって取れるかといえば、子供を守りたいという、そこでその一点で私のやるべきことがあるだろうと思っています。わかりました、まあ、僕らもできる限りのことは本当にね、もうこの年になったら最後は少しでも人のためにならないといけないというふうに思うのが人間だと思うんだけど、はい、最後まで自分のためばっかりっていう人があまりにも多すぎるのがね、はい、非常に残念だなと思っているところなんですけどね、またぜひ今後もよろしくお願いします。こちらこそ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。